本番でございます。今日はウルティマ4クエストオブアバターの44回目ですね。あ、いやこれ年じゃダメだ。これはモニターとして。配信者さんこんばんは。いや使いません使いません。使うと得失っちゃうから。またあの神殿得集めを巡りしなきゃいけないかと思うと気がめいりますからね。骸骨は使わない系でいきましょう。あ、そんな感じでおばんでございます。ちょっと唇がバッキバキなんでリップを塗りました。うん、リップクリームですか。さーて、今回やることは言葉、あ、そうそう、スクリーンショット見直して、いくつか分かったことがありまして、こっち、これは多分氷ですね。あ、こ、うん、純粋な氷ってやつ。で、こっちが、何でしたっけ？何て言ったっけ？写本の間に入るのに必要な、キーワード。なんて言ったかな？なんて言ったかな？うん。まあ、写本の間に入るのに必要なキーワードなんて、まず、これが重要なんですね。これがないと、どっちにしろ、写本の間に入れないっぽいってことで、これ集め出したのは正解ですね。かなり初期の頃にこのことのヒントがあったんですけど、完全に忘れてましたね。うん。ムーンゲートはやった。なもんで、写本用のキーワードがおそらくこのインフィニティで、アビース用のキーワード、これが写本の前に入るためのキーワードで、今集めてる。これ。うん。アムール。カーレッジ。トゥルースから3文字拾ってる感じかね。ほう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 。あ、そうですね。言われてみれば、そうか。愛はラブじゃなくて、アムールですか。ってことは真実ってなんだろうね。真実って英語でなんていうの？真実。真実。リアリティとかトゥルーとかですか？なんでしょうね。今日、三つ目、聞きに行くので、それでわかりますかね。で、それを組み合わせれば、いいらしい。一つの言葉にすればいいみたいですけど、順番はどうなんでしょうね。組み合わせ、不明ですね。ヒントあるのかな？まあ、最悪、順列組み合わせでやれば、何回かやってれば正解にたどり着くでしょう。うん。なるほど。この、なんだかわかんない3文字だと思ってましたけど、ちゃんと意味あったんですね。ありがとうございます。全く気がつきませんでした。もう、英単語であるっていうこと自体も気づかないし、そもそも、なんかの意味がある言葉かどうかすら考えてなかったですね。いやー、相変わらずですね。あ、そうだそうだ。立ち上がってないな。忘れないうちに。インフィニティの時みたいにマニュアルに載ってる順とかは。ああ、なるほど。マニュアル順だと何でしょうね。あ、確かにそうですね。インフィニティもマニュアルに載ってる順番に並び替えたらインフィニティ。出てきましたね。となると、ヒストリーオブブリタニア。三つの神殿。なんだっけ。ライキューム。ライキューム。何回か組み合わせれば正解が。出ますね。誠実。いや、それはもうあれですよ。ね、おごり高ぶることもない健常の心で繰り返しやるってことですよ。違うか。いや、誠実に、嘘、
嘘をか、あ、隠し立てない、本来の考え方で、自分の考えを言うということで、ね、誠実な答えがそれですね。順列組み合わせ。うん。出てくる順番ってあるのかな？愛とか、あ、他の単語あったっけ？勇気。勇気。勇気これしかないな。となると、ここに出てくる順番としては、ライキューム。ライキュームは真実ですね。真実、ちょっとメモしておこうか。どれだけ意味あるかわかんないですけどね。ライキューム、エンパサービー。12月になりました。エンパサービーが2だ。今月中にクリア目指しましょう。でそうですよね。このゲーム始めたのって、いつだ？10月13日ですね。もう1ヶ月半やってるんだ。私もう3ヶ月ぐらいやってる気持ちでいましたけど。まだまだあったんですね。サーパンツホールドが3つ目。か。ということは、出てくる順番としては、真実。アビースの入り口開くアイテムの順番と同じって可能性も。ああ、確かにそうだ。あれってどうやってやったんでしたっけ？なんか適当に使っていたら開いたんですけど。あ、まあ、どちらにしろ鎧を入手したら行くんで、それを基準にするのもありですね。結構やってたし。ピットオブドゥームとかね。確かに。あ、ピットオブドゥームアップデートしていたんで、実績もらえますんで、買った方は、ね、早々に立ち上げて、早期アクセス記念の実績をもらっちゃいましょうね。下手すれば、コンプできない可能性もありますからね。私は別にコンプはこだわってないけど。順番は、これでいいのか。とりあえず、マニュアルに出てきた順番はこれですね。なもんで、まあ、アビースの扉を開く、入り口を開く順番も、何かをちゃんと確認した上でやりましょう。うん。私何を言っていたんだっけ？ああ、そうだそうだ。ハンブルの、ハンブルの、これ。ボードゲームバンドルとジャンボバンドル。これを、1ドル枠買いました。うん。これとあとジャンボバンドルの1ドル枠ですね。まあ今更ですけど。あと、ついでなんで、グルーピーで始まった、予約受け付けている、これ。ポスタルバンドルと、リミュート WX バンドル3。リミュートバンドル結構いいの入ってるんで、これはまあ、いらないコードあったらもらうよ。ということで。あ、ラジャー。ダブリー来たら、ね、貼っつけますんで。明日あたり、明日以降ですか。ね、ダブリー来たら貼っつけますんで、もらってください。余って押し付けるのもめんどくさいんで。ね。そしてこの、何が入ってるのか、リムートバンドルはわかんないですけど、ポスタルバンドルは最近スチームに追加されたポスタルの劇場版、映画版のポスタルと、あとポスタルリダックスが入ってるっぽい。ゲーム7本、ムービー1本なんで。あと他は不明ですけど、ポスタルのムービー欲しさに2ドル投資しました。まあ英語なんで、ね、日本語の字幕ないですけど。うん、まあ、いいんじゃないかなーってことで。さあ、何が入ってるか、楽しみですね。期待するとがっかりするんで、まあ、あまり大きな期待はせずに、待ちましょう。ちょっとすいません、耳がかゆい。
あ、はい。すいませんね。さーて、じゃあ行きましょうか。ウルティマ4。三つの言葉と。あの回路作るやつどうだろう。気になるけど。あれどうでしょうかね。ちょっと私も気になったんですけど。じいちゃんにクソゲー投げつけるのも忘れないでね。パズルゲーム。投げつけるときはトランスポート重いから PC くれって書くの忘れないようにね。了解です。年末セールとかで何か面白そうなのあったら、それですね。ね、新 PC、お年玉かっこ新 PC まだとかね、そんなこと書いていきましょうか。ダメか。まあ。あ、おじいちゃん、ゲーム始めましたね。ローラー、プラネットコースターか。なんかプラネットコースター、なんかすごく早期アクセスなゲームですね。意外と、まだ未完成なんだなーって。この前見ていて思いましたが。リセットして。で、取り込み替えて。いやー、このウルティマ4ってゲームは何でしょうね。ゲームを遊ぶ時の精神状態がすごく、リンク。ダイレクトに反映されますね。ここで2つ選んで1ドルセールしてる。疲れた時とか、ね、ちょっと、ね、そうか、疲れた時とかだとすぐにだるくてイライラしますね。そういう点で聖者には私はなれそうにないですね。ここで2つ選んで1ドル。お、ありがとうございます。うん。まずはゲームを立ち上げてしまおう。得が足りない。ですね。私は聖者には程遠いみたいですね。ブルーピーピー。あ、そうかそうか。さっき言ったパズル作るゲームでしたっけ？あ、違いですか？そうか。確かにここにもありましたね。私見てなかったけど。あ、これだね。回路を作るパズルゲーム。うわ、好きみたいだけどね。得。まあ、得をするという点では得は好きですね。ただ、得自体は、各細かい得自体は、むしろマイナスですからね。ほど遠い存在とかね。ひたすらに厳しい言葉をホークウィンドさんからいただくことになる、そういう人間じゃないかな、私。ドームオブチェイン。まあ、買うとしたら、この、エレクトロクエスト、レジスタンス、アーフュって読めない。まあ、これと、バランスシティですか。これまだ時間ありますよね。しまった。メールチェッカー、起動失敗だ。あと10日あるんで、ちょっと、もうちょっと検討しますか。すいませんね。ありがとうございます。グラブバッグで運試ししょ。やっぱそう思いますよね。私も1本ぐらいだったら、追加してもいいかなと思いました。じゃあ、これは、ちょっと、もう数日寝かしておいてから行きましょう。いや、ありがとうございます。セール、そんなもんですね。よし。さーてと、じゃあ、ライキュームですか。ライキューム行きましょう。船を失ってしまったんで、いや、なんか左側にあるんだっけ？じゃあ行きますか。
あ、そこいないよ。あ、そうだ。ジュリアさんのステータス上げもやんないといけないか。まあ、レベル上がらなかったら、まあ、最悪。まあ、ね。ステータス上がらないまま突っ込んでもいいかな。まあ、一回、どうせ一回じゃ。いや、いけるかな？どうだろう？まあ、死んでも復活させられるし。そこはそれですか。ああ、やっぱ船ないや。うん。こっち。これが終わったら、あとあれだ、サーアントスじゃなくて、なんだっけ。サーサイモンとレディテサー、居場所分かりました。あっさりクリアしたらそれはそれで拍子抜けだよね。スクリーンショットを、なんか数百枚ある、保存用のスクリーンショットを眺めていて、やっと見つけました。ポーの街。ロードブリティッシュ城の南にあるポーの町にいました。あんな近くにいたのかよ、と。なもんで、三原理の、三つ目の言葉を得たら、ポーの町行きましょう。あっさりクリアしたら、それはそれで拍子抜け。ここも90時間近くかけて、ね。I know we can make it. あっさりとかね。あ、おはようございます。あ、なんかそんなのありましたよね。称号かな？称号じゃないか。なんか聞いたことあるような、ないような。いてぇ。うん。あー、いいなぁ。称号やりたいですね。GOG 初期の頃に買って、未だサントラしか聞いていないっていうね。せん。ああ、ラジャ。ちょっと止めて。レス線を超えました。これ以上は表示できません。次スレを立ててください。BBS。違う。こっちだ。掲示板156ですね。レス線を超えました。これ以上は表示できません。次スレを立ててください。はい、新スレ立てましたので移動お願いいたします。BGM 小さすぎ。まあ戦闘音とかでかいし、まあ、いっか。あ、しまった。また変な気がしちゃった。アビース、8階層か。多分他のダンジョンと同様に8階層ですよね。あれ？どこだ？左か。ラダーな魔法使って突っ切るとかできんのかな？いや、そもそもなんかラダーな魔法がうまく発動しないし。自力で進むしかないか。そうなると事前の準備として回復魔法と毒消しの魔法か、それとディスペルマジックか、量産しておきたいですね。間違った。
倒してください。あ、いなくなっちゃった。まあいいや。うん。よし。プライムビデオにシャーマンキング来るみたいですね。シャーマンキング、アニメのでしょうかね。私はちょっと絵柄的に苦手なんですけど、どうなんでしょうね。私一度も見たことないですね。プライムビデオ、何だったかな。なんか銀魂がいっぱい来ていたなーって感じだったんで、それは見たいなーと思いました。銀魂ってちょこっとしか見たことないんで、いつか見よう、いつか見ようと思っていて、結局今まで見たことなかったんで。内容はあまり覚えてないけど、OP が良かった、うん。ほう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 。そうか。まあ、見る分にはただですからね。1話2話見て、それで判断しても全然いいですね。ありがとうございます。銀魂、どうしよう。あれって監督鍋慎でしたっけ？渡辺慎一だったかな。あのルパンの格好をした人。あと年末に今年3月に公開されたトゥームレーダーファーストミッションが来るよ、うん、映画だよ。へー、ありがとうございます。それいいですね。なんかアマゾンたまに新作速攻プライム推ししますよね。あの表紙がパックマンのあの映画もすごい来たし、妙に気合い入れてますね。ミックスキャスト BC、キャスト5、9話、4、うん。あったあった。助けてください。よし。まあ、とりあえず銀魂は長いからな、 BGV にはちょうどいいけど、わらわら。なるほど。なるほど。何でしたっけ、第5シリーズぐらいまであるんでしたっけ。なんかいっぱい並んでましたね。うわ、こんなあるんだと思って見ていた記憶がある。あれ玉だ、ここか。こう、まあ、最悪 BGV 代わりとしてね、グビミアリエの声を聞いてるっていうね、そういう方向でもいいですね。全然ありですね。こう、あれ？ああ、あとオーディブル、今日で最終日だったんで、今日解約しました。言葉。うん。知りたいか。はい。全部ライたら300話くらいあったはず。300話。あー。ってことは、数ヶ月単位か。見ようとすると。でもアニメだからもうちょっと短いか。ラジャー、ありがとうございます。見るとしたら、ほんと気合い入れてゆっくり見ましょうか。うん。300か。まあ少なくとも前見た記憶だと結構面白かったんで、うん、大丈夫じゃないかな。VER。VER？ 真実？真実が VER？ 真実。真実。何の略だろう。少なくとも真実和英だと VR から始まる単語ないですね。なんだろう。あ、まあとりあえずメモしよう。真実が VR と。
は。板ですか。なんだろう。は、はんってなんだろう。よし。あとなんだっけ。骸骨。知らないか。言葉。骸骨。うん。骸骨情報わかんないなぁ。鎧とかは場所わかったんで、もうそっち先行きましょうか。もう、前回ひたすら同じワードを入力し続けて、疲れた。あっと、間違った。倒さないとダメだ。街中でゲートトラベル作っとけばよかったですね。おっとっとっと。ベーラシティって英単語があった気がする。正確なとかそんな意味。ほう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 。正確な。うん。あれ？あ、読みか。か、く、正確な。おお、すごいすごい、いっぱいあるんだもんね。うん。うちの辞書にはないな。うちの辞書、そういう問題じゃないか。うん。なんでしょうね。あ、ありがとうございます。で、英字を使えばわかるか。ベレアイティやね。あ、そうで、そうですね。確かに。おっしゃる通りだ。ベーラ。あ。ベーラ。ベーラシオスっていうのがありますね。真実のベルナとか、正直なとか。真実の正確な。これかな？これですかね？ベラシオスって読むのかな？これですか？あ、発音ここに書いてあった。ベレイシャスですか？バレイシャス。ほほう。シティ、こっちか。こっちか。上じゃなくて、こっちか。正確さ、誠実じゃん。真実、真相。あ、まさにこっちだ。私か。ちょっと違うの見てましたね。こっちですね。ありがとうございます。なるほど。ウルティマディーイングリッシュ。ウルティマで覚える英単語ですか。難易度地獄のように高そうですね。いや、ありがとうございます。やっとわかりました。ちゃんと、意味あるんですね。三つとも、それぞれの英単語の頭文字、先頭から三文字、それが、これなんですね。このキーワードなんですね。ありがとうございます。あと、意外と英次郎、優秀ですね。
英次郎は今見た EP ウィングじゃなくてテキスト版の英次郎は確か500円とかそれぐらいで買った気がする。それを EP ウィング版の辞書に変換して辞書として使ってると。ゲットゲット、ミックスゲートトラベル、魔法魔法、あーつリンクトレジャーハンターシミュレーターっていうまた面白そうなあのシーフシミュレーター的な局長さんがやっていたあれ的なものじゃないんでしょうかね。GCG イオークロシンジュマンドレイク、イオークロシンジュマンドレイク、キャスト5、ゲートトラベル2、トレジャーハンターシミュレーター、なんか昔やっていた局長さんがやっていたようなあの砂金探すゲームですかね違うか砂金探しシム的な。あー、海賊のお宝の地で手に入れて、それを海賊の宝を探しに行くゲームなんだ。トラベルとヒストリカル、なんだって？金属探知機片手にでっかいフィールドを歩き回るんですか。あ、BGM 出さないのはあの YouTube から怒られるからです。ゲームのトレーラーだと大丈夫だと思うんですけど、言ってくる変な人がいますからね。変な人っていうか変な権利者もいるんで、これあんたの権利の音楽じゃないでしょうっていうのがあるんで、いちいち対応めんどくさいので、マップが広ければ歩き回るゲートしても良さそうだな。あ、確かにそうですね。観光ゲートしてウォーキングシミュレーターとして確かにありですね。へー、ウェルカムトゥーザドベンチャーこれはどうなんだろう。これはもうもちろんやるのは局長さんでしょうからね局長さんの配信を楽しみにするやつですか。ああ、これもアーリアルエンジン4ですかね。最低条件 GTX660 とか言ってるし、うちのマシンじゃ起動するだけで限界ですかね。ちょっと面白そうですねどれだけ難しいのか、どれだけね、あの虚しいアイテム探しになるのか、もろもろ含めて面白そう。いや、ありがとうございます。本当ね、お金があればヘリとか使って地表探査とかできるんでしょうかねヘリとか衛星使った地表探査とか、もしくは、あの、徳永埋蔵金みたいに、ね、重機投入して大規模発掘とか、そういったものとかできないんですかね。トゥームレーダーやアンチャーテッドみたいな激しいアクションはなさそうだな。ですね。ね、穴掘ってたら、なんか迷宮に、洞窟に到達して、そこに入っていたら、ね、海賊の仕掛けた罠がっていうグーニーズ的なアクションゲームが始まったら面白そうですけどねさすがに無理か。さすがにああいうのは無理か。ああ、自分で言っていてグーニーズとかまた見たいですね。ハマプラに来ないかな。見たのっていつだろう。全く記憶にないんで、20年とかそれぐらい前じゃないかな。あー、ダメだ、上がってくれない、
じゃあポーに行きましょうか。船が欲しいな。海賊船を入手するにしてもここに来てくれるかな。ああ、違う違う。さーて歩っていくか。ポーまで歩くのか。まあ、ゲートないし仕方ないか。船を召喚する魔法ではないんですか。日本語化情報グループで配る予定のゲーム面白そうだね。ほうほうほう。日本語化情報グループで配る予定。何かあるんですかね。一応参加してますけど。これか、お裾分けプレゼント。キャッスル・オブ・ノー・エスケープ2。ほうほうほう。お礼としてこのゲームのキーを大量にいただきました。普段お世話になってる皆様にもプレゼントしたいと思う。とりあえず10本ほど。こう、どういうゲームですかね。なるほど、ゼルダ的な、ゼルダ的な、部屋をクリアしていくタイプですか。船の権利かええやろ。邪魔な湖もショートカットだぜ。前に聞いたいっぱい湖に船が浮かべられてオブジェになるって言われですか。いいですね。ウルティマオンラインいいですね。大変結構ですね。あと、このゲーム、ほんと面白そうですね。1100円か。外人の任天堂リスペクトはすごいな。ねえ、作り込みがほんと原作をすごく意識して、ねえ、それでもなおかつ遊びやすいように、ちゃんと改良されてるっていうね。ただのコピーじゃなくて、ちゃんと改良した上で作ってるっていう。ああ、これ確かに面白そうですね。ひたすらゼルダのダンジョンだけやっていくゲームですね。へえ、あ、これウィッシュリスト入れとこう。うん、いや、ありがとうございます。日本語化情報グループのコメント書いて当たったらいいなぐらいですかね。いや、ありがとうございます。うん、あれ、こうか。ああ、しまった。ノーウェイトにしてしまった。いやー、やっぱり、ウルティマ4をやるときには、疲れていないときが一番いいですね。疲れてると、このゲームの仕様が、ことごとくイライラすることになるんで、そういう点で、やはり疲れがないときが一番いいですね。
春 NTSC モード、ゲームが難しすぎると感じたなら、フレームレートが50、春、まで下げて難易度を下げることができます。ほうほう。注意、代わりに、音楽と効果音がオリジナルの 83% に悪化します。それは昔のゲームを、これ買うて、システム的なものを意識したものなのか。すごいな。そういう意味のわかんないこだわり面白いですね。そういう作り方するんだっていう。へえ、あ、いいな。やっぱさっきのゲーム見た目以上に面白そうですね。あ、ありがとうございます。待てよ。もしかしたら持ってる可能性ゼロじゃないし、調べてみるか。なんだっけ？タイトルがわかんない。これ買うて、私の懐の寂しさ具合からして、ね、バンドルぐらいがせいぜいですけどね。キャッスルオブ、あ、すいません。2じゃなくて1作目持ってますね。キャッスルオブノーエスケープ、1作目は持ってました。すごいすごい。2のゼルダと違って、こっちはもっと昔のゲームだ。あ、でも結構面白そう。あ、これあれか。タイルめくって、クリアしていくタイプのゲームだ。なんて言ったっけ。私も何本か遊んだ、あの牛が、タイトルになってるやつ。なるほどね。なんかこれセールとかで相当安くなりそうですね。コレンカゲーム17バンドルとか相当安いですからね。なるほど。いや、ありがとうございます。これこうて、おすすめのゲームといえば忘れてたよ。これだよこれ、リンク。 Google で Zwift って検索するとゲームって書かれてるし、ゲームだろこれ、うん、やってやって、うん、Zwift? モンスターメーカーってゲームがそんなのだったの。 Zwift はねえ、ピアキャスの自転車勢が、ね、こぞって参加している自転車のあれじゃないですか、トレーニングシステムじゃないですか。ねえ。それを遊ぶためには、まずローラー台が必要で、そう、あと、ローラー台を置いて自転車を回す場所はないっていうね。そういう点で私も無理ですね。ツイフトありがとうございます。一応、リンク確認しよっか。あ、だね。ありがとうございます。諸々の使用上無理ですね。うん。モンスターメーカーってゲームはそんな、あ、モンスターメーカーってそんなゲームなんだ。私、モンスターメーカー。トレーニングシステム。私、あんまり名前は知ってるんですけど、やったことなかったんで。先生がゲームだって言うんだもん。ゲームのような画面でトレーニングするからっていう、そういう理由なんでしょうかね。一応、人と、リアルタイムに人と競えるとか、そういう点でゲームとして判断してるのかな。なるほど。なぜかと思いました。大量に干す方におすすめ。ウルティマ4本もの、ん ?4 本竿物干しレギュラー。ウルティマ4。なるほどね。そういうことか。高っ。17000、ああ、そうかそうか。でもそれにしても17000って、ちょっと高くないかな。ああ、利便性があるってことか。なんか自分で DIY すればもっと安く作れそうですけどね。なるほど。ウルティマ4ですね。ありがとうございます。あれを、
使って、ね、洗濯物干してれば徳が、いつか聖者になれるんでしょうかね。いつかアバターになれるんですかね。よし、OK。ありがとうございます。あ、しまった。ツイッチの方。ツイッチの方はコメントを有効にしてませんでした。あ、ヤモリ選手、すいません。ベリタス、ラテン語の真実。あ、ありがとうございます。すいません。コメントビューアーで、接続するのは忘れてました。申し訳ない。ありがとうございます。うん。せっかく、ね、私の目の前に画面表示されているのに、ゲームの後ろに隠れて、見えなかった。すいません、ありがとうございます。よし、じゃあ、続きだ。うん。上。戦闘をもっとサクサク終わらせる方法はないのか。まあ、あったら、最初からやってるか。これ、プレイヤーキャラクターに、パーティーメンバーに応じて敵の数が増えていくっていう、このシステムはなかなかね、凶悪ですよね。ですよね。こっちだ。いや違うな。場所的にはこの端っこだ。あ、うん。モンスタートレインやめてください。NPK ですか。このマナーで通報しますよ。助けて、ごめんなさい。だって、ゲームボーイってポケモン前のソフト。変わってるゲームが結構あってよきかなよきかな。ほう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 。あの頃は、ファミコンの流れで、ファミコンの流れで余計に参入しやすかったんですかね。なんでしょうね。参入しやすい会社が増えたがために、参入しやすいがために開発するゲームが、会社が増えて、さらに独創的なゲームが出てきたんですかね。ゲームボーイという制約の中で、ゲームを作ろうとしたがために面白いものが出てくるっていう、よくあるパターンの制約の中から生まれる傑作的なあれですか。まあ迷うの方の名作も多いんでしょうけどね。私は参入しやすいけどそこまで流行っていなかった感じだったはず。ほう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 。へえ。
そうなんだ。ってことはポケモンとかでゲームボーイ市場がものすごいことが分かって、そこから流れが変わったとかですかね。なんかウボのタケノコのごとく、なんか似たようなゲーム結構出てましたね。続けてるやつとかいたよね。いましたね。いましたね。まあ確かにテトリス面白いんで分かりますけど、ね、ずっとそればっかりやってて楽しいのかなってね。そう思いながら見てましたね。私はどっちかって言えばクイックスとか、そっち系の方が好きだったかな。はい、間違った。うん。あれ？攻撃できない。なんか時期は忘れましたけど、ガシャポンで、ビジュアルメモリーサイズのテトリスポケットゲームありましたよね。100円だか200円で、あのちっこい画面で テトリス遊べる機械。あれもなんかすごかったですよね。多分あのたまごっちとかあれが流行った頃だと思うんですけど。あんな機械にプレミアとかで数万とかついてましたからね。宇宙の真理を長時間考える機会がありました。最近こんな機会が増えましたね。そろそろ冬眠の時期なんでしょうか。そして今日の晩御飯はなぜか用いる前菜でした。どうしても食べたかったんだそうです。でも夕飯じゃなくてもいいでしょうに。ね、正月だったらまだわかりますけどね。この時期に持ち入り前菜って言われても、あれ、なんでこれおやつか何かって思いますね。あ、監視業務お疲れ様です。今日も京都で宇宙の心理を長時間考える。なるほどね。調光できるその時間があったということが。最近こんな機会が増えた。うん、そろそろ冬眠の時期ね。ねえ、もう雪もちらつくような時期ですからね。今週じゃなくて来週末ぐらい、なんか天気予報を見てると雪のマークがあるんで、こちらも本当本格的に冬ですね。最低気温も朝だとマイナスいってるかような感じだし、なかなかあれですね。冬眠とかね、できればいいんでしょうけどね。うん。餅はあと1ヶ月ぐらいすれば食べられるかな。いや、完食もお疲れ様です。そういえばこの前餅は入ってないけど全然食べましたね。おやつとして。よし、この人がサーサイモン。これですよ。スクリーンショット。山ほどあるスクリーンショットから探し出した。これですよ。どこだったかな。まあ多分どこかに あると思うんですけど、これをずーっと一個ずつ見ていって。今日甘酒作りました。お、なるほど、甘酒か。それもいいですね。なんかうちで作る甘酒ってなんか異様に甘くて、私は苦手だけどね。そうか、いいですね。なんか甘酒に見えて、何をやっていたのでしょう。実は何か違うものとかね。あの、なぜか醸されているっていう あれとか作れちゃう可能性ありますけどね。今日僕は何をやっていたのでしょう。それは私もなんか自分で考えちゃいますね。私は今日何やっていたろう。ああ、電脳コイルを見ていた。やっと25話が終わったとこですね。もう面白くて面白くて、ずっと見てますね。
な感じで本気の量を食べると電脳コイルですね。結構お腹いっぱいになるんですよね、うん、言っても豆ですからね。それ餅も入ってるし当然ですかね、うん、確かに。そしてものすごいカロリーっていうね。ねえ、冬場としては燃料としてはいいけれど、ね、脂肪に変換されそうで怖いですね。まあ私は歓迎だけど。ねえ、そっか、確かに、あの、袋に入った状態だと、あ、なんか少ないなぁと思うけど、実際食べると、あ、ちょっと多いなぁと思うぐらいですからね。確かに、そうだ。僕さっち、よろしくね。あの、コンピューターボイスで。ねえ。やさこの親父さんがネーミングしたっていう、あれですね。いやー、電脳コイル、ほんと面白いですからね。あれはぜひとも見るべきですね。私は昔見たんで、改めて見直してましたけど、あ、実質2回目として見てましたけど、忘れてること多いし、今見ると気づくこといっぱいあるしね。いや、すごく楽しめました。最初はもっとゆるい、ね、お気楽な感じかと思っていたら、どん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 シリアスになっていくっていうね。すごくたまらないし。まあ、途中、ちょっと会話がやたら多いところがあったりで、子供は多分誰なんだろうなぁとか思いつつ。あのメガネを通して使えるラップトップ PC が欲しい。ああ、いいですね。バーチャル PC 的なやつですね。バーチャル PC。まあ、言い方ちょっと悪いか。話をしてるとまた見たくなるな。ねえ。人狩りでしたくなっちゃうじゃないか。持ってるんだ。すごいなぁ。甘酒を温水で作って砂糖を入れて煮えかさないで25度前後で寝かすのです。ほうほう。甘みが落ち着いて飲みやすくなるのです。酒粕の種類によっては発酵、じゃなく甘さが落ち着かないものもあるのです。ほほほほ。なるほど。ちゃんと作り方あるんですね。それをうまくやっていなかったから、うちのはなんかすごく甘ったるくてきついものになっていたんだ。ああ、ありがとうございます。そうか、そういうことか。何をググってるかといえば、これですね。昨日、フレンドの垂れ込みで知った、IT メディアの記事で、アニメに潜むサイバー攻撃、空想と現実の狭間に電脳コイルで考える近未来の脅威。これ面白いんで、これ、電脳コイル知ってる人だったらば、かなり楽しめると思います。リンク貼りますね。いや、コイル、これ一体何年前のアニメなんだって思うぐらい、すごくよくできてますね。あ、間違った。これは違うリンクだ。これは HTML のタグ付きのリンクだ。これだ。空想と現実の狭間に電脳コイルで考える地下未来の脅威。7分の1。IT メディアニュース。リンク。電脳コイルは2007年。ベイとケージで作るタイプと、酒粕から作るタイプのものがありますんで。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。それでも違ってくるんだ。なんだ、甘酒ってそんな違いがあったんだ。いかに知っていないかですね。ありがとうございます。すごいなぁ、2007年であのコンピューター系の話を作れてんだ。今見ても全然古さを感じない表現方法ですからね。これやっぱすごいわ、電脳コイル。いや、これは本当面白い。よし。あの、電脳コイル現象に関しても、ねえ、ある種の、なんでしたっけ ?SAO とか、ハリに近いものをどういう風に表現してるかっていうね。表現っていうか、解釈、条件っていうか、その辺も含めても面白いですね。結
構早めにあれ系をやっていたんだなっていうね。いや、いいわ。電動コイルいいわ。まあまあ。なぜ面白いかを分かる範囲で説明しようとするとすごく長くなりそうなんでやめよう。まあ面白いよと。なんだっけ、鎧、神秘の鎧、これだと、あ、そうか、神秘か、神秘で聞けって言ったんだっけ。神秘は8つのとこからなる、聖者によって見出されてだろう。ヒゲの話が好き。あれもすごかったですよね、ヒゲで RTS やってるっていうね。あのヒゲでゴッドゲームやっていたところがいいですね。あのチャットで言葉によって文明に介入していくっていう、あのシステム面白かったですね。最終的には、まあ、いいか、ネタバレやめるか。確かにあれ面白かったですね。あ、 VR 使えばこういうゲーム作れるんだなーっていうね。自分の体を使ったストラテジーね。確かにヒゲ面白かったですね。難しい、高度なことをやってるけど簡単に見せているっていう表現って、さらに、あ、全体的にそういう表現してるけど、その中でさらに高度なことをやってるってことで、あの、あ、暗号やシステムがあるのかと思っていたけど、そのシステムもさえも含めてね、物語の核に含まれていたっていうね。あ、 なるほどな、こういう風に作るのかっていうね。ストーリーとか設定とか伏線の張り方、ものすごくよくできてますね。神秘の防具は樫の立ち木の中心にあり。樫の立ち木って、あの、愛の神殿にあった、あの、王の、ヨーグルトメーカーで米と麹で甘酒作ってました。越見の間の右側のとこです。これだとノンアルコールになるのです。ほほほほ。磯さんの功績だろうな。世界観が放映当時より昔の雰囲気に、電脳が急速に発達しただけって感じだし、世界に対しての没入感の敷居が低いし、世界を説明する手間が減る分、電脳方面になだれ中できる。ヨーグルトメーカーだとノンアルコールになる。リンク。なるほど。電脳コイルの原作監督の新作アニメだってね。うまいことを言うと、そういうふうになるんだ。リバイアス。ありがとうございます。ヨーグルトメーカーっていう、そういう選択肢もあるのか。磯さんの功績、監督なのかな、誰だろう。私あんまり名前覚えてないっす。ああ、確かにそうですね。放送当時よりも昔な、昭和とは言わないけれど、もうちょっと、当時よりちょっと前ぐらいの世界って感じですね。世界に対して没入感の敷居低いし、世界を説明する手間が省ける分、天皇方面に継承できる。あの、世界設定、基本的な設定自体ももうすでにうまくできてるんだ。ねえ。で、あえて当然のことを説明しないっていう、ね、昔からある SF の、ね、うまいこと、テクニックを使って、ね、見せてる部分もあるし。で、前は、冒頭のところ、そこであの、やさこが、電脳、メガネについての歴史、一言二言言ってますけど、あれがね、ストーリーに絡んできたりとか、ああいったところが面白いですね。あ、そういうことかっていうね。ああいう細かい説明がいいですね。電脳コイルの原作監督の新作アニメ。へえ、来年くらいから見られる。これは期待せざるを得ませんね。あ、磯さんって監督か。すいません。この方アニメーターですよね。で、電脳コイルで監督か。20、
25話だったかな、25話のエンディングの原画家見てたら両地元がいてびっくりしましたね。ああだから動きがいいのかってね。へー、地球外少年少女、ほう、へー、どういう感じなの。お、また SF ですね。2045年。というか言っても2008年の星雲賞作品だもんな。普通の人にもぜひおすすめしていい。天皇コイル星雲賞取ってたんだ。つまりリバイアスなんだよ。あのあるもので生き残ろうと生き残ろうと頑張るアニメとしてリバイアスか。2045年の世界で宇宙ステーションに取り残されて、そこで細いネットワークと SNS と AI 使って脱出しようとするアニメか。絶対絶命都市じゃなくて、なんだっけ、なんて言ったかな、小説にありましたよね、絶対絶命都市の宇宙ステーション版みたいなやつ。あれ的な感じかな。天外の砦だったっけ、かな。ちょっとググってみよっか。あ、これだこれだ。なんか設定が天外の砦っぽいですね。小川一水の宇宙ステーションに何にも取り残されて、それでどうやって頑張って脱出するかっていう。内容的には、宇宙ステーション版絶対絶命都市ですね。これ面白かったな。これもおすすめですね。小川一水の天外の砦。まあ、ちょっと似通ってるよ。設定見る限り似通っていたんで、ね、どこまで同じかわかんないけど。いや、ありがとうございます。これ楽しみですね。弟に兄がボコられるんでしょ、知ってる知ってる。リバイアス的なストーリー展開からするとありそうですね。ありがとうございます。まあ、今年また甘酒作ることがあれば、その辺のことをちょっとね、もろもろ含めて教えて、もっと飲みやすいものを作っていただきましょう。甘酒も、あの天皇コイルの監督の方の新作情報もありがとうございました。要はこれはライキュームかな、違う、エンパスアビーに多分あるはず。玉座の間の右側の、あの、人がいっぱいいるところ、あそこでしょう。あなた、神秘。神秘は八つのとこからなる。聖者によって見出される。はい、受けました。神秘の武具は蛇の城の修行の間にあり。修行の間って、ああ、あれか。なんかレンジャーともう一人いるところか。また行くの、あそこに。わかりました。よし、じゃあ、行きましょうか。船がないですね。ミックスゲートトラベル。クロシンジュマンドレイク G、 イオクロシンジュマンドレイク、
ャスト5。いや、待てよ。宝を取ってからにしよう。キャスト5。ゲートトラベルで、飛ぶ場所は4番ですね。スクショを整理しない罰が。だって、膨大な数になっちゃうから。まあ、ある程度町ごとに分けるとかすればよかったんですね。それをやっていなかったんで、情報が交錯してメモに書き出していないものか分かんなくなるっていう。5からはちゃんとやりましょうね。ここまで苦労するのはもう嫌なんで。配信終わった後に、もしくは配信始める前に、前回の配信のやつをちゃんとまとめましょう。よし、来た。あれ？今手引いた？基本台帳を作ろうな。あ、ですね。住民基本台帳は重要ですね。人の名前が言われた時わかんないですからね。特に今回。ねえ、ポーの街にいるなんて思いもしなかった。スクリーンショット見直して気づくとかね。他の配信がこの辺のスクショってわかるんだろうけど、ここのスレは基本的に雑談しかしてないしな。確かにね。まあ仕方ないか。それゆえに自分でどうにかするっていう、それですね。プレスが許されないこんな世の中じゃ。あれ、どくってる。スクショなんてチートと同じだし、BC、ノートにメモしなきゃ。スクリーンショット撮るだけ撮って、ね、メモに移さないっていう、その怠慢が全ての元凶ですからね。時間食ってる元凶ですからね。1の1。はぁ、あ。やっぱ私には得は、あ、もう。私は聖者になれそうにないですね。あべ、今作って、鎧とかって、全員分取れんでしょうかね。一人分だけですかね。エキゾチックアーマーとかね。あれみたいに。全員分取れんですかね。あ、しまった。やるしかない。まあ今やらなくても、マジから出た瞬間に戦闘になっちゃうし。まあ、今やるってのは無意味じゃないか。宝箱があって入れない。さーてどこだ。ここですね。多分ここが
たじき、O の J。J で O か。うん。たじきの中央、ここ。あ、見つけた。あった。あった。こんなとこにあんのかよ。おめでとうございます。ありがとうございます。これ前なんかこの辺探してましたよね。下の木の部分探してましたけど、他探索すればこれ見つけられたんですね。あ、ないか。ウェア1ミスティックローブ。ローブって言ってますけど、これ鎧なの？うん、ない。一回出ても一回入ればいいか。ここの怪しいところを適当に調べるっていうね。ロケハンするんだったらば、装備できる。多分、あ、どうなんでしょうね。ウェア1、間違った。1、一旦切り替えて、ウェア、ジュリアさん。間違った。ウェア、ジュリアさん、H。あ、装備できますね。ウェア、8。チェインメール。ウェア、5。H。あ、できますね。これ、誰でも装備できるのかな？ってことは全員分拾えるか。ウェア、5。あれ？あ、うん、だね。ウェア、5。ん？あ、あ、すいません。あの、よくよく見ると、ここに7って書いてありますね。これ、ミスティックローブ8つ拾ったっぽいですね。これ。これはまた全員分掘り起こす作業が始まるか。始まるかと思ったんですけど、1回で8つ拾いました。なんだ、繰り返ししなくていいんですね。1。W1、W2H、W3H、W4H、W5H、W6H、W7H。何という余計な親切。ねえ、7回、あと7回繰り返さなきゃいけないのかなーって思ってましたけど。これ全員揃う前に拾うと、まさかね。うん、ああ。今いる人数分しか揃わないってありそうですね。後から仲間になったらば、また掘り起こしに来なきゃいけないっていうパターン。きっつ。まあ、そういう仕様と考えるしかないのか。よし、これで全員、ミスティックローブ、こと神秘の鎧装備しました。次。キャス。どこゲートトラベル、サーペンツスパイン。あー、これダメだな。スカラブレイジェローム。どこから行こうか。ミノックにありましたよね。ミノックに行こうか。ミノックからすぐだ。5番。聖者になってないと教えてもらえないんちゃう？ああ、そういえば何でしたっけ？サーサイモンとレディテサ。あの方なんか徳をなんか全部得ているかどうかも聞かれたし、確かに、それも条件にあるかもしれないですね。あ、だったら前回徳を取り直したの正解だったんだ。後でいっかとか言ってましたけど。ね、近くに来たから徳を取っちゃえっていう。あれ正解でしたね。乗って、ユーズ、ダーリン。あ、また風が。
やばいやばい。さて、神秘の鎧の性能とやらを試させていただきましょうか。えて、あ、耐性はないんだ。よし。一人だけ寝てると完全にサボりの船員にしか見えないな。命をかけて戦ってるのに一人だけサボってね、寝っ転がってるっていうね。サーパントスパイン、サーペンツスパインはこれだ。ローブとか書いてるくせに魔法防御ないとか舐めてんの。ねえ、魔法関係の防御あって叱るべきですよね。装備してますよね。全員ミスティックローブ装備してますね。うん。この中にある、神秘。ダメか。わかりました。じゃあ、1マスずつ探していきましょう。あった。あ、中央にありましたね。よし。で、SW すごいすごくわかりづらいけど、ミスティックソード入手しました。いやでも待って、ミスティックソード装備すると遠距離攻撃なくなっちゃいますよね。それやだな。これも防具か。これミスティックソードだと思うから多分武器ですよね。ああ、どうしよっか。ミスティックソードを遠距離武器の可能性もあるから、一人だけ装備させて攻撃内容を確認しよう。P はあ。あと7本ありますね。よし、じゃあ一旦ロードボリティッシュ城に戻って、ログには神秘の防具を手に入れた、なのよね。ミスティックシールド。そうか、確かに。確かにログだと。ミスティックだから刃が飛ぶんだよ。じゃなかったら納得しねえ。確かにあの、ログだと、神秘の防具ってなってますね。これ、あれか、バグですね。誤植ですね。自分で私言っといて、全然気がついてなかった。ミスティックだから歯が飛ぶ。じゃなかったら納得しねえ。ねえ、これじゃなかったら戦闘力落ちちゃいますけど、いちいち近接して殴んなきゃいけないのかっていう、そうなっちゃうんですけど。近接武器です。ひどい話ですよ。これはどうしたらいいのかな。戦闘中に武器で切り替えられましたっけ？アビースに突っ込んで、戦闘、
ダメージ与えられない敵が出てきたら、その時武器を交換して、殴りましょうか。あ、いけるいける。どの武器？どの武器？もう、あ、違う。L だ、L。L。あ、戦闘中に武器交換できるんで、倒せない敵が出てきたら戦闘中に交換しましょう。そうしよう。じゃないと、近接して殴るなんてもうめんどくさくてやってられない。うん、よし。ミックスゲート、ゲート、FH。キャスト後、ゲートトラベル、に。そろそろレベル上がってくれてもいいんですよ。うん、よし。やったー。レベル5になったんで、ステータスアップいきましょう。ここから行くんだっけ？いや、どっちにしろアビースは、船じゃないといけないか。言いますね。前回ぐらいやっと眺めできました。どうやったんだっけ？NPC との会話で、イエス、ノーの、選択肢を迫られる時があるんですけど、その選択肢を正しい方を選ぶっていうのが徳を上げる条件で、ジュリアさんが仲間になるための条件の徳を上げる方法で、で、一人で同じことを繰り返しても徳が上がってくれなかったんで、二人を行ったり来たりしながら、ね、質問の答えを繰り返していたら、あ、徳を得られて仲間になりました。かなりシステムの穴をついたようなプレイだった気がするけど、O じゃない、 J の O。 ミックスエグジットなんだっけ。血の苔クモの糸、イオで、よし。キャスト後、X、セーブして。全く同じ質問を繰り返す刑事のような詐欺師の誠実さ。犯人との、ね、今後かけた勝負ですね。あ、やべ、戦闘か。うん、誠実さ。コンクラーベですか。それに比べて、ねえ、それに比べて血を抜いて徳を得るとかね。そんなのもあったから、それに比べればいいんじゃないかな。サーチ8。あ、死んじゃった。え？ 400 以上食らってた？あ、え？しまった。数値見てなかったな。ミックスリザレクション。リザレクション。RRR。硫黄、人参、ニンニク、クモの糸。ほい。マンドレイク。あれ、失敗した？
リザレクション、利用、コンクラーベを間違った解釈で覚えている者がいると聞いて、ローマ正教の方から来ました。雲の糸。なんだっけ。雲の糸。血の苔マンドレイク。G-A-D。血の苔マンドレイク。あ、できた、できた。すいません。ローマの、何でしたっけ、大司教を選ぶ儀式かなんかでしたっけ、投票の儀式でしたっけ。キャスト5、リザレクション8番。雲は戦っちゃダメ。キャスト5、ヒール8。一旦外出ようか。セーブしてミックスヒール BC だっけ。あ、失敗した。ヒールはなんだっけ。ヒールヒール、ニージンクモの糸 BD か。 HBD キャスト5 H8 ディアボロ2を大幅に拡張する人気モッド、メディアン XL の新エンジン配信が来年の1月18日に決定。これメディアン XL 前入れていたんですけど起動しなくなっちゃって消しちゃいましたね。2019年か。へー、 ありがとうございます。ディアボロ2メディアン XL まだ作ってたんだ。結構もう開発終わってんのかなーぐらいに思ってましたけど。あ、あと得ってる。キュア BC。キャストをキュア1。かといってディアブロ2始めるとすごい時間食うからなー。特にメディアン XL でしたっけ？あれ、レベルキャップが解放されて、で、スキルツリーが改良されてスキルも増えて いるとか、なんかめちゃくちゃ変わってますからね。新エンジン版だからね、仕方ないね。まあ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 、まあ、でも公開されたらインストールしちゃうんだろうな。いやー、相当ハードコアなプレイになりそうだな。日本語ウィキにビルドの紹介とかないかな。なんだっけ。キャスト6ヒール8、キャスト4ヒール8、キャスト6ヒール8。 HP500 で、あ、見るべき、了解。音楽はなしで。あれ、あんな魔法ありましたっけ。なんかディアボロ3の魔法みたいなのが加わってるのか。早い早い。あれ、変身なんてありましたっけ。これがディアブロさんか。ね、なるほど。なんかディアブロ3っぽい魔法が多いですね。あ、すごい。
なんかワールウィンドになんかわけわかんないのくっついてたな。ニューアイテム。わざわざ音量バーで下げるのね。スピーカーマークをクリックでミュートするのに。あ、そういえば、ありましたね。すいません。忘れて、毎回毎回手動でやっちゃいますね。ニューエンジン。ニューインターフェース。あ、すごい。ほんとこれディアブロ3だ。すごくディアブロ3だ。ああ、スキルツリーとか見やすくなってるな。すごいすごい。何これ。これディアブロ3でいいんじゃない？イラストとかも気になってんのか。バールさん。バールさんなんか動きが早いですよ。すごいすごい。あんだけあっても重くならないんだ。私が知ってるディアボロ2と違う。なんだこいつら。これこそ精神的続編。ですね。精神的ディアボロ3ですね。へえ、なんかイベントも結構変わっちゃってますね。あ、いかん。これ面白そう。これ面白そう。へえ、ね、公開直前にブリザードから突っ込まれて、ね、公開取り消しましたとか、そういったことにならないのをひたすら祈るばかりですね。へえ。通知機能オリジナルのダンジョン。リフツバデスティス。リフトがあるんだ。あ、ほんとディアボロ3の要素をいっぱい組み込んでんだ。リフトか。はぁ、あ。あー、これは面白そう。ディアボロ3なんて。これが無料で。ねえ、おかしいですよね。すごいですよね。これどう考えても売り物レベルだと思うんですけど。ディアボロ3コミュニティのファンのこの技術力、情熱、凄まじいですね。あの、ディアボロ1のベルゼブとかね、HD モッド、あれもすごいけど、あれはまあ実質トータルコンバージョンですけど、これもほぼ同じですよね。エンジン自体を作っちゃってるし。いや、これはすごい。これやりたい。ありがとうございます。ライですか、うん、これってリマスター出るんですかね。リマスター出るんでしょうかね。これで、これがもうディアボロ2のリマスターでいいですよね。ブリザードさんも、ね、これを正式なディアボロ2として、リマスターとして出していいんじゃないかな。ね、ディアボロ1の HD モッドもね。これは無理がスポサムして有料 MOD で売っても支障ない。ね、ほんと開発シーンを丸ごと、ね、吸収して、有料化でも全然いいですね。いや、これ楽しみですね。いやー、これでローカライズができれば余計いいんですけどね。そこは無理か。いや、ありがとうございます。いやー、また楽しみなのが増えましたね。こうやってまた、あの、グリムドーンとかね、パスオブエグザイルを遊ぶタイミングを失っていくわけですね。まあ、そちらの方も、おいおいやっていきましょう。いや、情報ありがとうございます。まさか、あんなゲームになっていたとは。サーチ、8。あ、ダメだ、死んじゃう。CD どこやったかなと思ったけど、バトルネットに登録してあるからそっからダウンロードできるんだった。あ、ですね。ただ、あの、バージョン落とすのが、なんかツール選ぶようになっちゃったみたいで、あの、モッドツール、次第ではバージョン戻せないもあるんで、そこ注意みたいですね。なもんで私仕方なしに、あの CD からインストールして、アップデートパッチ当てて、で、
もっと入れてました。まあ今だったら大丈夫だと思いますけど。まあその辺注意ですね。なんかファイル構成が変わっちゃって、すごくシンプルなファイル構成になったおかげで、なんかモッドが、パッチが当てられないっていうか、旧バージョンに戻すパッチが当てられないっていう。あ、一応モッドツールとかのその辺の情報を調べてからの方がいいかもしれません。私もちょっと古い情報なんで、今だったらば対応してるかもしれない。ので、ね。CD、私どこだっけ？あ、箱に入ってますね。8番。ステータス、いっか。いっか。復活させて繰り返すのはめんどくさいな。いや、待てよ。復活だけで HP0 で触って死んでもらえばいいんだな。やべ、戦闘になっちゃった。バトルネット、ウェブに久々にログインしたら日本語ですごい違和感。何でしたっけ？オーバーウォッチとか、ね、あと PS4 版とかのディアブロとか、ああいったのがあった頃から、出てきたあたりから、全体的に日本語になりましたよね。なんか、ゾンビファーミング おかしな感じですね。なるほど。こういうのをゾンビファーミングっていうのか。思いついちゃったからもうやらざるを得ないんで仕方ないですね。ABCDEH。ABCDEH。R, A, B, C, D, E, H. R, A, B, C, D, E, H. MP は足りてる。MP は、普段使ってるマリアさんは回復しましたね。99なんで。そうか、MP もちゃんと見とかないと。材料だけ消費して効果ないってのは発生するか。あ、それもちゃんと注意しますね。ラジャ。全然気にせずに、ひたすらマリアさんに魔法を使ってもらうをやっていたかもしれない。R、違う。キャスト後、R、8。サーチ8。で、死んで、K。HP、どのぐらい使うんだろう ?50 ぐらいですかね。多分足りるはずだ。キャスト5、リザレクション8。あ、BGM がない。今攻撃できたのに。サーチ8。これでステータスは？もう一回ですね。まあ正確に言えばあと2回やらないといけないんですけど、まあ49なんでまあいいですよ。キャスト5、リザレクション8、サーチ8。イントが49ですけど、まあ、問題ないでしょう。そういうことにしておきましょう。キャスト4番、リザレクション8。で、休んで。お船を
を入手したいけど、どこで入手しようか。ロードブリティッシュ城でいっか。キャスト、ゲートトラベルがない。ミックスゲートトラベル。イオークロシンジュ。イオークロシンジュマンドレイク。キャスト6ゲートトラベル2。魔法の素材は？あ、結構ありますね。回復薬と、回復薬いっぱい作っていけばいいか。あ、あと、ディスペルか。ワイワイ。ディスペルキュア。ミックス、キュアビーシ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 。まあ10個かな。キュアビーシ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 ーキュアビーシーで、H ヒールが、ヒールが人参蜘蛛の糸。BBT か。HBT HBT HBT。ああ、間違ったHBD。27個。あと3つぐらいか。で、脱出魔法も作ろう。脱出は、血の苔蜘蛛の糸いよう。血の苔蜘蛛の糸いよう。蜘蛛の糸、血の苔。あとは、ディスペル。ディスペルは、黒真珠イオ AFC か。AFC D 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 AFC 間違った。 D AFC D AFC FC D A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 FC。20個。もうこんだけあれば大丈夫でしょう。で、素材の在庫は？あ、まだまだ十分ありますね。よし。じゃあ、アビースへ行きましょうか。どうやって？船どこに置いたんだっけか？船はサーパントスパイに置いてしまったな。しまった。船がない。ちょっと海賊船を拿捕しましょう。
さあ、海賊船やーい。海賊船やーい。気球で行けないのが辛いですね。ただ入り口にあった海賊船の集団は消滅してるんで、そこだけが救いですか。またパズルゲームをやらされるかと思うと気が滅入りますからね。敵はいません。ゲートトラベルで船の行き先に近いところに出て船を待つのは。あ、そっちの方が確かにいい。近いところはどこかな。近い場所はミノックかな。場所的には多分そのあたりですね。ミノックもしくはスカラブレイかな。いや、ライキューム、いや、場所がわかんない。地図上の場所はわかるけど名前が出てこない。うん、ミックスゲートトラベル、AFH、 キャスト後ゲートトラベル、場所的にはムーングローか。ムーングローから南へ行けばすぐだ。ムーングローのゲートは1番。じゃあこの辺で待ちましょうか。船の上だと、違う、橋の上だと戦闘しやすいんで。でも敵が湧くんだよな。どうせなら素材買ってこ。お金ありますし、そうですね。食料あるけど。じゃあ船手に入れたらば、素材買って、で、それからアビースへ行きますか。やめて。
ああ、やっぱり湧いちゃうな。ダメだっこ。橋が敵のスポーンポイントなのか？それとも単純に、ここだけ、ランダムエンカウントが発生してんのかな？この連続戦闘何ですかね。宝箱バリア作ってこ。宝箱を敵上に乗ってくんですよ。3だと宝箱をバリケードにできたんですけど、本作だとバリケードを突破してくる上に遠距離攻撃、マップ上で攻撃してくる敵が宝箱を破壊しちゃうんで、すごくやったとしてもリスクというかめんどくさいだけですね。でも宝箱の上で戦うはありだ。よし。まあ、この辺で、ああ、もう敵が来るな。危ない。あ、敵にゲート入んないんだ。お金払っていいんで、船をいただけませんかね。めんどくさい。先に素材買おう。あれ、やっぱ橋の上敵のシンボルないのに戦闘になっちゃうな。
畜生。城の上に、町の上に居座られると何もできませんよ。リナックスマン教中にアビースに入れるの格好ご期待。船が入手できればすぐなんですけどね。畜生、サーペントスパイに船置き去りにしたのが、こんな事態を招くとは。素材ってどこだったっけ？これかな？ちょっと邪魔。ちょっと君邪魔。うん。Y。B。Q。50。B。あ、間違った。うん。B、Q、50。Y, B, Q, 50. 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 Y. C, Q, 60. Y, C. Y, C, Q,Y, C, Q, 60. Y, C, Q, 60. Y, C, Q, 60. Y, D, Q, 30. 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 Y, D, Q,30 Y A Q 2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 0 Y E Q 60 Y E Q 60 Y E Q 60 Y F Q 高っ90 Y F Q 90まあこんなもんですか。うん、ナイトシェード全然全くと言っていいほど使ってないですね。マンドレイクの消費用に比べて全くて言っていいほど消費してない。一旦休憩しようかな。これか。いや、これ食料屋さん。ジャマンドレイクも拾いに行こう。ここからだと遠いですね。こっからだと一旦後部だったかな、なんだったっけ、ベスパーか、ベスパーに行かなきゃいけないから、名前なんてたっけ、アビースとは真逆なんで、ちょっとあれかな、何よりマンドレイク収集1時間ぐらいかかりますよ。まあ50個だからそんなかかんないか。多分3、40分かかると思うんで。うん、まあ、まあ、まあ、
60近い在庫でどうにかする方向で。あー、間違った。さあ、海賊船来い。あ、できない。いつまでもあると思うな。親と飛躍という言葉が言う王にはあってな。なかったかもしれんがなくなると困るんだよ明治は。なるほどね。この4に関してもある種生命線ですからね。どうしましょう。マンドレイク60個あれば足りるんじゃないかな。結構長い間採集してから立つけど、40個ぐらいしか使ってないし。うん。60あれば足りるんじゃないかな。ダメかな。あー、戦闘がめんどくさいな。このゲームほんとシンボルエンカウントで、いや、シンボルエンカウントは別にと関係ないか。タクティカルコンバットだというのに、この戦闘の回数は何なんでしょうね。敵湧きすぎですよ。 A ボタン連打で戦闘が終わらな、ともかく雑魚戦でもちゃんとした操作が必要になるゲームで、この戦闘数はきついですね。あ、いないや。あんな遠距離からこっちを視認して突っ込んでくる敵って何なんだろう。視認はしてないかもしれないのか。
こっちを発見して気がついて突っ込んでくるか。聖砂利なくす風呂入ってなくて遠距離でも匂う説実際この世界だと風呂がどれぐらい入られているか、そもそも冒険者として野外活動しているとなるとなかなか入れないような気がしますね。せいぜい水浴びするとかそういう系でしょうかね。いやまた、そっちに出てきたとしても、ダメだよ。船が動けないじゃない。こうもしかして良くないのかな？船が来れる、突っ込めるルートってここしかないですからね。ちょっと別に。鍋に湯を沸かして体を拭くとか、そういうやつだろうな。あ、なるほどなるほど。そういうやつか。水浴びとかじゃなくて、確かにそれだったら、あ、十分ありえそう。あの海賊船。ジタバボーのエロ漫画で聖なる行水ってあったなぁとか思い出した。あの人の性癖というか、内容からして、余裕で内容は察せるところは怖いですね。畜生、間違ったなぁ。これ上から行けば行けるかな。ブリンク。あ、ブリンクは。それだ。それだ。それだとなると、ここから行けばいいのかな？ミックスブリンク。二人から同時に突っ込まれた。雲の糸と血の苔。雲の糸と血の苔。キャスト後、下。違う。キャスト後、ブリンク下。いきなり戦闘になったんですけど、ああ南の島に確かに敵がいましたね。今だ。よし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 、いいよいいよ。やーっと船ゲットだ。長かった。まあ位置が良くなかったですね。船が寄ってこれない位置にいたから余計に時間食ったっぽい。
よし。よー、セーブして、乗って、ユーズ、ダーリン。じゃあ、参りましょうか。私の PC にもとうとう Win10809 の魔の手が。さようならリナックスさん。Win10180 無茶しやがって点ですね。無事の生還期間を願っております。うちにはまだ来ませんね。そういえばなんか妙にバグイパッチみたいで。あれ？復活してる。ほら、来いよ。はいで。うちの PC は41病にかかってるからそろそろドローンしそう。ドローン。なるほど。KP41。カーネルパワー41でしたっけ？あれは本当、不死の病に近いもんですからね。私もかかった時には本当苦労した。気がつくと治っているっていう、よくわからん代物でしたね。ってことは、Windows 10のアップデート来たら、ISO をダウンロードして OS さんインストールするってのがよろしいですかね。それが一番いい方法かもしれない。4年以上使ってるからリプレイスですよ。なるほどね。なるほどね。ですけど、普通に戦いましょう。船が沈められちゃ元も子もないんで。Win8.1 だから今話題の勝手に LINE インストールがないんやで。勝ち組やわ。私あれインストールされてないですね。あ、私自動アップデート切ってあるからか。あんな南朝鮮製のアプリケーションって冗談じゃないですよね。暴動を起こすレベルですね。よし。あ、突っかかってやんの。お、いいよいいよ。でも LINE の希望じゃなくて MS が勝手に判断して入れたら死ゆわらわら。待って、あれです。そういうことだったんだ。てっきり、ね、朝鮮の会社がお金払って強制インストールでもさせたのかと思ってましたけど、違うんだ。へえ、そんな余計なことするんだ、MS さん。LINE って勝手に内容を送るスパイウェアでしょ。ねえ。勝手に住所力を送りつけるとか、ねえ。スカイプの立場は。スカイプはもう、Windows 使ってる以上どうしようもないですからね。あっちは仕方なしですね。まだ、朝鮮の会社よか、まだアメリカの会社の方がいいですよ。ああいうソフトを国の人たちが使ってるっていうね、公務員が使ってんのがビビりますよね。
あー、しまった。接近しちゃった。ロケットチャットマジおすすめ。ロケットチャット、初めて聞く類ですね。私はなんて言ったっけ。正直なとこ格安シムだと利用者が多い LINE は入れざるを得ないのは無念ちゃ無念ですが、ほうほうほう、どうしてもか。私全力でお断りしてますけど嫌ですって、まあ職務上必要というならば、だったら端末と SIM 用意しやがれって、そういう感じですね。はい、ありがとうございます。ロケットチャット、システム名なんて言ったかな。私使っているのはあれですね、まあめったに使わないですけど、あのゼーバーの XMMR でしたっけ、プロトコルの名称忘れちゃったまああれですね、まあいいや。まあとりあえずそんなやつ使ってますよと。ああ、しまった。ログインしちゃった。これログアウトするには、終了か。うん。オープンソースティームコミュニケーション。ICQ の頃に戻してくれないか。スパムがいっぱい来ますね。というか Google 金星のソフトがあるのに、と思ってしまう。Google トークでしたっけ？あれって、もうサービス終了したんじゃなかったでしたっけ？まだ使えるんですかね？おっとっとっと。あ、ロケットチャットありがとうございます。ふと頭よぎったのは、例えばディスコードあるなとかね、思ってしまったんですが。なんだったら、チームスピーク、時差ば立ててとかね。ロケットチャットはサバタテンといかんからその分安心。あ、なるほど。そういうタイプなんだ。ってことは、あれか、まだオープンソースな分、チームスピークとかに、とは違って、安心できますね。ディスコードもサーバー借りるタイプですからね。Google はハングアウトかな。あ、ハングアウト名称変わったんだ。なるほど。私も使うとすれば、まだ Google 製の方がいいですね。あんま使いたくないけど、発動性に比べれば全然いいですね。もしくは、なんか、最近あんまり使われてるって話聞かないスカイプでもいいし。え、べべべべべべ。敵がいないよ。ヤフーメッセンジャーに切り替えてこ。あれまだサービスしてんですかね。だから最近トント聞きませんか。結構ヤフー系サービス終了させてるから、ジオシティーズとは同じように終了のお知らせとか
ないですかね。4年以上前に終わったぞ。やっぱりもうないんだ。なるほど。なるほど、なるほど。畜生、逃げるんじゃない。に標準なのに、なぜかシェアが増えないハングアウト先生。俺は仕方なくスカイプさん、MSN メッセンジャーからスライド使用中。お、なるほど。確かに言われてみれば緑色のアイコンでありましたね。ハングアウトって全然存在すら忘れ去られてますけど。会社の車で移動中ずっとスマホいじくってゲームしたり LINE やってるやつって休憩扱いで勤務時間伸ばしてくれないかな。ねえ、最近だとタバコ、ハングアウトも来年終わるとかさっきニュースになってたな。タバコ休憩も生産性の低下し、ね、低下でしかないから禁止とか、ね、休憩に入らないよっていう流れになっているのにね。そういうのあってもいいですよね。ハンガーアウトも来年終わるとかニュースになってた。MS さん、どうしたんでしょうね。あの会社は他のところ結構頑張ってるのに、SNS か系はなんか弱いですね。Google。人気あるサービスだとファッチャップかな。なんて言ったっけ。日本じゃ使ってる人見たことないけど。Facebook みたいなサービスやってましたよね。あれも終わっちゃうみたいだし。What's app? へえ、そんなのあるんだ。日本じゃ挑戦アプリが強すぎるってやつですか。あれ、これどっちだっけ。ああ、上経由でか。ハングアウトは Google 先生やで。うん。ですね。ハングアウト、Google のサービスですね。Google トークの後継でしたっけ。ことごとく失敗してますね。あ、もう毒は大丈夫か。キャスト後 QR1。あ、キャスト後 QR2。キャスト後 QR3。キャスト4、キュア4、キャスト6、キュア5、キャスト4、キュア6、キャスト5、キュア8。うん。すごく痛いんですけど、一旦ここで休憩して、